はい、皆さんこんにちは。バイバイ。今日はですね、はるくんがこの月刊コロコロ一番を買ってきたんですが、これなぜ買ってきたかっていうと、付録目当てです。それね、結構最近の付録は豪華なんで、付録目当てで買う人も多いらしいんですが、はるくんもそうですね。で、何かというと、このベイブレードバースの神ブレーダーボックスってやつ、ベイブレードがしまえるボックスがはるくん欲しかったということで、これを買ってきました。でね、これを今日は私が組み立てたいと思います。じゃあということで、早速開けていきましょう。面白そうですね。なんかはるくんが見れる神業ワンダとかドラえもんとかコナンとか結構面白そう。ちょっと待って、説明書ってどこある？これ、はい、付録の中身を紹介します。まずは一つ目、このデュエルマスターズのカードと、あとこれ妖怪ウォッチのなんかエンマーのカードなんですけど、これ普通2つぐらいなんですけど、見えるやつがこれ3つぐらい見えます。時空神エンマと暗黒神エンマと太陽神エンマですね。時空神か、すごいですね。で、これがハルクのお目当て のベイブレードバーストのが入るこのボックスですね。すごい、ハルク結構付録なんですけど豪華かな。結構作ってみたらすごいかも。はい、では早速作っていきます。こんな感じですね。これは閉めた時なんですけど、ここが出来上がったベイを入れるとこですね。で、ここは何なんだろう。あ、ここは個別でレイヤー、ディスク、ドライバーをしまうとこですね。はい、ここは最強のカスタマイズベイをちょっとセットするとこらしいです。自分のね、気に入った好きなベイを入れれますね。お、すごい。はい、こんな感じで貼ります。で、こうやってね、普通にここにちょっと輪ゴム飛ばさんで準備に、はい、こんな感じで閉まります。結構ね、はい、こんな感じで全然いい感じです。はるくん、これで持っていき。はい、今日はコロコロ一番の付録の、神ブレイダーベイブレードバーストボックスじゃなかった、逆だね。今日はコロコロ一番のベイブレードバースト神ブレーダーボックスをハルくんのために私が作りました。まあね、こういうので大会行ってもかっこいいかもしれませんし、いい感じに使いやすそうですね。整理整頓しようね、ハルくん。バイ。あ、どうぞ。まあ、てな感じですね。で、皆さんもよかったらちょっとぜひ買ってみてください。ベイブレードしてる方は。漫画もね、結構面白そうだったんで、私もちょっと後で読んでみたいと思います。まあこれ貯金箱もついてたんですけど、また後で作りたいと思います。ということで、また見てね。バイバーイ。